盛岡出身の柳田は盛岡産食材を使った盛岡美食の夜2019のメニュー作りをこう語る。鴨独特の油とその甘みのあるチャームを口の中に入れるとちょうどこう油っぽさが打ち消される料理だと思ってます。根野菜はやっぱり土壌がすごいいいと思ってますので味が非常に強い。リンゴポークも非常にキメが細かくて十分な旨味を持ってますので、今回のその蒸しスープに使わせていただきました。魚の風味も残しつつ後から舌にワカサギの香りが残るっていうような感じの調味料だと思っております。黒ひら豆を軽くシナモンで炊いたものを今回は添えさせていただきました。盛岡ならではの風土で育った野菜、肉っていうのはとてもこう甘みであったり旨味なんかも凝縮されていてとっても美味しい食材が多いところだと思ってます。たくさんの人に伝えたい、将来につなげていきたい、私たちの美食王国盛岡をみんなで一緒に。